江田隆氏は兵庫県出身のプロ野球選手、コーチ、監督。1948年から1955年までの登録名は江田孝一。旧成伊丹中学校を卒業後、1941年に阪急組へ入団。同年8月2日の名古屋軍戦で先発し、森光太郎との系統でのノーヒットノーランを記録した。 1943年に王将され、1946年にゴールドスターでプロ球界に復帰し、1947年に初の二桁勝利となる11勝を挙げる。1948年にオービ・ロビンスへ移籍し、1950年に23勝を挙げ、水爆打線の異名を持った小地校にリーグ分立後の初のリーグ優勝に大きく貢献。 1952年に太陽ホエールズへ移籍し、1957年に引退。その後は近鉄でスカウト、二軍投資コーチ、一軍投資コーチ、西鉄太平洋クラウンで二軍監督、一軍,軍投資コーチ、ヘッドコーチを務め、鈴木啓事、神戸敏夫、小川正明、山下律を育てた。コーチ在任中の1978年2月11日、 ライオンズの島原キャンプ初日に、島原市営球場で、脳卒中の発作を起こし倒れ、病院に運ばれたが、意識不明のまま脳梗塞のため死去。54歳没。臨終の言葉は、気分が悪いだった。通算成績は97勝147敗。負け越し数50は、小林業佐官、黒田勤に次ぐ、プロ野球ワースト3位の記録である。オーバースローから、 シュートやシンカーを武器とした枝孔一に関するカテゴリーありがとうございます。